はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。マシン戦隊キラメジャー、キラメジャーロボシリーズ02、マシン合体デラックスキングエクスプレスセットです。はい、予想外の形でスモッグジョーキーがおもちゃで発売きましたね。このセットには敵幹部のガルザが乗ってるスモッグジョーキーと、 こっちが悪のマシンなんですけど正義のマシンのマシンエクスプレスも入っててこの正義と悪が合体することで正義のロボのキングエクスプレスが完成するとただ登場者のガルザに関しては全然味方側になるとかそういう展開はなくって今のところむしろ悪側の力はさらに強めてるんですけどジュールがエクスプレスの力を使って強引に正義のロボとして合体して使うっていう本編でも変わった展開でしたねなののでこれに合体しちゃうとガルザの方はそう 操縦が効かなくなくって合体解除すると単体のスモッグ蒸気ーーとしてアクロボとして大暴れするっていう物語的にも扱いにくそうなロボですがどうなるのかななのでそれぞれ単体版で発売されるのではなくてキングエクスプレスっていうセット版のみの発売ですねではレビューしましょう っていうか列車でロボっていうと特急じゃ思い出しますがもうすでに特急じゃ感ある列車状態でそう今回列車と怪獣とロボに3モード変形ああとあれだ宝石にもストーン状態にもなるからあーすごいねきらめき普通にきらめい人よりきらめいシールの箇所が多いんじゃないでこれが スモグ蒸気の尻尾側っすねこれね攻撃するやつねさらに頭部やっぱり印象通りかなり特急ジャー感あるけどクリアパーツだなでこれがエクスプレスの方でキラメイストーンが2つ連結することで 列車の先頭車みたいな感じになるんですよねあこっちもでもキラメイシールもあるしストーンにもそれぞれになるとはい中身はこうなっててスモークジョーキーの先頭車中間車後尾車とマシンエクスプレスの前後パーツ まず、マシンエクスプレスに関しては、前後分割されることで小型のキラメンストーン形状になってて、キラメンシールも輝いておりますし、クリアホワイトのパーツもなかなか目立ってますね。サイズは小さいサイズのキラメンストーンとおおよそ同じで、 ストーンモードで全体ぐるっと見回すとこうで、下側はフラットになってますから、ドンと置いて安定してディスプレイすることもできますし、これが後ろ側、そして前側、これもボリュームとしてはおおよそ変わりませんが、結構 こう光っっててるところが面積広めになってますよねそしてジョイントを使って前後のパーツを連結して前に出すことではいマシンエクスプレスが完成形的には最新の新幹線の先頭車のような形状でこの状態でもしっかりとクリアパーツ目立ってますね。 この辺の流線形が本当最新感ある。ただ、あくまでこの2モードのみで、こっからロボに変形とかそういうことはなくて、戦闘車のエクスプレス状態と、折りたたんでも、ストーンのきらめくところが前後になっちゃいますから、あくまで分割して、この形状がきらめいストーンモードですね。 では次はスモーク蒸気を確認しましょう先頭車中間車後部車の3つに分かれておりますがこれがきらめいストーンと列車のマシンと怪獣状態のロボの3モードに変形しますからすごいんですよねまずここの中間車をパタッと折りたたんであげることできらめいてる 敵側のロボットはいえ、オラディン王の弟ですから、さすがそこはキラメイストーン感すごいあって、裏側を見るとクリアパーツ部分にジョイントがあるんですが、このジョイントに位置合わせて、ガチャッとパーツをはめ込んであげます。そうすると、完全なスクエア形状になりますので、これでキラメイストーンが完成。サイズとしては、 ジュールのマシンファイヤーのキラメイストーンと全く同じボリューム感ですね。よくまとまってますよね。奥行きなんかも同じですが、裏から見ると、後尾車と先頭車がドンとハマってただけだでもサイドから見てもクリアパーツとかあるし、これすごいっすよね。じゃあ次はマシン蒸気行きましょう。列車状態で、ここ引っ張ると外れますから、1点のみで連結してますね。 ここね、ここと、ここってわけ。で、外して、最初の状態の列車の中間車に戻したら、これ左右非対称なんだけど、ライン、パープルのラインがありますから、ここに位置合わせるように、列車側もラインがあるんですよね。なので、このライン同士で位置合わせて、ジョイントが、まあ、ジョイントというか、四角い枠みたいなのがあるんだけど、そこにこれを、こういう形状のものをね、はめてあげます。 なのでガチャッというか優しくはまる感じですね。で、反対側も同じようにラインで位置合わせて、こちら側もジョイントがありませんので、同じようにこの四角いスペースのところにカチャッと押し込んではめてあげることで、はい、マシン蒸気が完成特急ジャーだ、完全にこれでもちゃんと横から見るとラインが綺麗に連結されますから、 付け間違いがないのは非常にいいと思います。尻尾のこのノコギリは収納したままですね。で、反対側から見てもちゃんと列車的な窓があったりとか、色こそ入っておりませんが、モールドで列車のデザインされてますね。で、先頭のここが煙突みたいな。この辺もちょっと蒸気機関車っぽいですよね。まさに特急ジャーン強いと思うんだけど、この ブラックとパープルでアクロボっぽさが出てると思います。あと長さ長いっすね。で、下側にタイヤもついてますから、コロ走行なんかも OK ですが、ここの連結が本当ね、ちょっと甘めな感じ。割とすぐ外れちゃうかな。うん。ガチッと。一応はめてあるんだけどね。で、こっから正義の乗っ取り状態。マシン状態でも掃除を奪いますから、ここに連結ジョイントがあって、 蒸気の、マシン蒸気の反対側、こっちが先頭なんだけど、後尾車のこちら側に連結ジョイントがありますので、おら、外れちゃう。ガチャっとね、はめてあげます。そして、元に戻してあげれば、はい、マシンエクスプレスの連結状態が完成しました。なので、さっきまで先頭はこちら側でしたが、それがひっくり返るような形ですね。 で、こっちにもちゃんとタイヤついてますから、連結した後も、ここはね、すごいしっかり連結しますね。連結した後も、この走行遊びができます。エクスプレッサーが合体すると操縦側はこちら側になりますから、連結して制御まで乗っ取るってすごいですよね。 そして連結状態で近づいてみると、もう途中から色が全然違うんだけど、しっかりアクロボ側と合体してる感じですね。で、こっからさらにスモッグ蒸気、怪獣状態に変形しますので、そのやり方はまず列車状態から前後のパーツ外して、ストーンの形にします。で、これよく見ると横側に足と、 前足がついてますから、前に出してあげて、ここのキラミンストーン側が内側に来る、前側に来る感じですね。このように出してあげて、そして腕も下ろす。ここ90度に。下ろしてあげて、さらにジョイントを使って顔を。 連結口開いちゃいましたね。で、こっからさらに、後尾車の尻尾を取り出して、ここ、きらめいシールで光っておりますが、本編でね、この攻撃、すごい印象的ですよね。で、この部分に連結があって、今度は押し込むんじゃなくって、上からスライドして、このように連結。わかりますこう外すんですよね。で、外した状態からこう、スライドして、連結。 で、合体したらこうなりますから、これを下に下げてあります。ロックとかはしませんね。もうこの状態から下に下げると、ちょうどいい背びれの位置になりますので、はい、これでスモグ蒸気が完成出来上がったかなりステップ数としては簡単なんだけど、あの本編の特徴的な、ちょっとスクエアな、 この怪獣状態が出来上がりましたね。もう恐竜というかゴジラ体系の怪獣ってことですよね。で、下側もフラットになってますから立たせることもできますし、近づいてみると先ほどまで列車のね、横側だったパーツが展開して足と手になると。 すごいっすよね。こういうところ。で、口もこれ上下可動しますね。あとは変形の関係で腕が動いたりとかしますが、基本はこの90度の角度がデフォルトになりますね。内側には動きますけど、外側ここ目いっぱい、ここでロックされちゃいますからね。で、この状態でもクリアブラックもパープルも目立っておりますし、背びれ部分から失敗。 の電動ノコギリが目立つとでドンと置いてあげるとあ尻尾もう一段階ですねこの状態だ置いてあげると綺麗に立たせることができますまっすぐだとちょっと浮いちゃってますので一段階外にずらしますねガールザのロボといえばこの状態ですよねすごいよくできてるなえだってさこれ外すでしょでえー、っと手も戻す 戻す足もここひっかけがありますからこちら側からね戻りませんのでひっくり返して戻すで分割するでしょう。ジョイントを使って連結するとあっという間にストーンになりますしでこっから外す。 パカッとヒンジで展開、ライン位置を合わせて、連結してあげることで、はい、列車状態、マシンが完成。そして、今一度ストーンに戻して、足出す、足出す、手出す。えっと、こっち向きか。こっち向きで出して、ここもね、 ロックまで行くと足が正位置になりますから、この辺も合体プロセスとしては非常にやりやすい。で、顔を連結、ここを倒す、尻尾を出しつつ、ワンクリック上側にして、ここは スライドで連結すれば、はい、スモーグ蒸気の出来上がり。簡単なのにめっちゃ楽しい。これは本当、この単体だけで欲しいっていう人も多いと思いますよね。敵ロボとしてこんな有能な変形を、変形合体か見せてくれるのは一般販売品としては最高っすね。プレバンに、こういうのはプレバン行きだもんね、普段なら。 で、ここからさらにロボンを乗っ取る状態のキングエクスプレスがありますからそれも行きましょうこのセットプレイバリュー高いなまずは最初のストーン状態に戻しますこのスクエアな形にしてこちら側も先頭車中間車の標準状態に戻してからキングエクスプレス側を前後で分割 そして、先ほどはね、こちら側が内側でしたが、前側でしたが、今度はこっちがロボの表側になりますので、ここでハの字にワンクリック展開。そしてこの部分につま先がありますので、ま先を、ま先を回転して、出して、あげて、ここね、気持ち、やりづらさあるね。 つま先パーツ、それとすごい短い。そして、エクスプレスの後ろパーツが腰になりますから、これを開いて、この部分で連結。スモグ蒸気の先頭車。左側に小尾車。 あ、この時点でやっぱロボとしても小型だな。キラメイジンと同じ感じだな。で、最後はエクスプレスのここのヒンジを使って展開すると、はい、V の字になってロボの顔が出てきますから、裏側にジョイントがあるので、ここのジョイントと連結してあげれば、完成って言おうと思ったけど、チェーンソーを出さないといけませんね。チェーンソーを出してあげれば、完成正義の合体ロボマシンのキングエクスプレスです はい、合体して人型こうなったか。顔はね、小さい。ちょっとこれ本編だともうちょっとボリューム感あったので、そこがいきなり気になるところかな、目立って。 それ以外は、ま、あでも、半分アクロボですよね。ほとんどがスモーク蒸気のパーツを使ってて、お腹周りと胸と顔のみエクスプレスの整理の要素が入ってるって感じで、本編では一応整理のロボとして、ジュールが乗って大暴れって感じだけど、ほとんどアクロボ感あるかなぁ。 バイザーというかサングラスがあってその横に縦紙があるような。でもこの辺も新幹線要素入ってるのか。でもうまいことさ、エクスプレスが前後パーツに分かれて上半身の目立つところに配置されてますよね。 ただ上機の恐竜の顔あ、怪獣の顔とかはそのまま残ってますから、強悪さ右腕ありますし、左手も正義のロボットは思えないぐらいのチェーンソー攻撃みたいな、それを放つような腕になってますね。あと下半身も一部クリアパーツが、 あるだけでほとんどのキラメイシールは裏側に来ちゃってますのでその辺がキラメイジと比べてちょっと色味が暗く感じるところかなただサイズ的にはやっぱキラメイに続いて割と小型めですね全長そんなになくって 片位置ぐらいで見ても22センチとかですから前向はありますが頭部位置とかはそんな変わってなくってコンパクトめに収まってるなとちゃんと同じ作品のロボだなっていう感じはしますたださやっぱこっち結構頭部が大きく目立ってたけど顔の大きさ変わんないんだけど何かなすごい小さく感じるんだよなで可動に関しては首可動はあ元もともとないのかないね で、腕も、胸パーツのここに干渉しちゃいますから、2クリック分は一応動きますけど、まあ1クリックちょっと動かすぐらいが限界ですね。あとは変形の関係で、この辺は動くけど、その辺は足の可動に関係ありませんので、基本的には攻撃状態にポージングを変えるみたいな、それが限界かな。両腕ほら、ありようと思うと、ジョイントが干渉して、 外れちゃいますからね。でも上半身下半身で連結してるから、一応腰ロールで攻撃ポ、ああ、取れやすい。腰可動で攻撃ポーズみたいなことは一応はできます。で、後ろから見ても、後ろから結構派ですね。きらめシールがしっかりと、エクスプレス側も、蒸気側も見えるような形です。 なのでロボ状態の顔も含めてキラメイジンはねヒーローっぽさありましたけどそんなにヒーローっぽさがなくって正直このエクスプレス状態はかっこいいっていうキングエクスプレスかキングエクスプレス状態はかっこいいっていう見た目ではないかなどっちかっていうとスモッグ蒸気の方が個人的には好きかも までもガルザーは今のところ味方になる雰囲気が全くないのでそのうちこのキングエクスプレスをさらに乗っ取る別の黒系の悪のロボのマシンパーツとかが後日発売されたりするのかな。ちなみに同じ電車モチーフの特急を横に置くとこのようにかなり大きく感じますかね。まあ、元々のきらめジャけのロボが小型めってことはありますけど全高がもうこうなると7、8センチ違うのかな。 ただよーく見ると左側のここに一応拳のジョイントがあって右側にはありませんので左側のこれを使って他のキラメイストーンの武器とかこのハンマーとコロコロの間みたいなローランドですね武器持たせることはできますねどの武器も基本的に OK でフォークもいけるし さらにリフトンのシールドなんかも意外とチェーンソー部分に干渉せず持たせることができます。あとはキラメイジンのジェッターも、あ、全然いけますね。こうなると割とヒーローっぽさあるかな。 そして当たり前のようにもう1体ありますので、アクロボ状態のスモッグ蒸気と正義のロボのキングエクスプレスで並べるとこんな感じですね。やっぱり怪獣型から人型になるってことでだいぶイメージは違いますけど、もう一段階スモッグ蒸気完全なアクロボ状態の姿見せてほしいな。本編でスモッグ蒸気にピンと来た人は購入すべきですね。 じゃあ一応戻し変形もいきますかストーンに戻しましょう腕外す上半身外す腰外すそしてここはスクエアにしてあげてまずはエックスプレイスですねジョイントまっすぐにしてここはもうシンプルにこういう風に格納されてるんですよねヒンジを開ければすぐに胸パーツが出来上がると ただなんかここ曲がるから、後々これを使って、なんだろう、ロボ的なものがあるのかな。よく見るとこれ上から何かかぶさりそうな感じですよね。うん、可能性を、新ロボへの可能性を感じる。はい、これでストーンが出来上がりで、下半身はこの状態から後ろに。 ジョイントを使って、ここもさ、ここで連結するんだけど、この部分にも出っ張りがあって、こっちに穴があって、ちょうどそこにはまるように仕上がってるんですよね。めっちゃ簡単。はい、これで、キラメストーンに戻りました。あ、じゃなくて、ここ、つま先、角の忘れた。これで完璧ですね。 以上マシン戦隊キラメジャーキラメジャーロボ02マシン合体デラックスキングエクスプレスセットの紹介でした。